こんにちは、長野インターネット補足と申します。こんにちは、私はひらめき観音堂執事長の石川健明と申します。石川さん、はい、ご住職さんですか？住職とは違ったの、こちらの、まあ、責任者的なことで執事長ということでございます。今ごまたきが終わって、はい、ちょうどお疲れのところだと思うんですけども、はい、ちょっとあの北向き観音様の、はい、由来なんかをお話しできればと思いますが、はい、はい、よくございます、はい。よくあの向こうにあります善光寺さんとよく対照的にこう、はい、話されると思うんですけども、はい、その辺のところはどうなんでしょうか？ですね、長野市の善光寺様とですね、こちら、はい、まあ、簡単に言いますと一対という考えでですね、はいはい、善光寺さんはお参りされたらこちらの観音様をお参りした方がよりいいですよというと、ね、よくそういうに言われますよね。そうですね、それ一対対という言い方は失礼ですけど、はい、そういった考え方がですねされているようです、うん、はい、それは何でなんですかね？それはですね、まあ一番分かりやすく申し上げますと、はい、こちらの観音様が北向きでございまして、はい、ちょうど上田市と長野市というのは南北でございまして、あのお寺というのは大体南か東に向いておりまして、そうですよね、そうですね、はい、ですから善光寺様は南に向いておりまして、ではこちらの北向きの観音様は北に向いているということで、うん、向き合っているということから、うんうん、それでこの両方お参りしたらいいんじゃないかということで、うん、あの両参りというふうにです、ね、言われていると。観音様でも北の方に行ってるのはこれ珍しいんですかね？ですね、観音様に限らずお寺はですね、神社仏閣はあの珍しいですよね、北に向いてるというのは、うん、はい、まあ、この観音様も、はい、まあ、長い歴史があるかと思うんですけども、はい、その時にやっぱりその善光寺を意識して作られたんですかね？それがですね、それはですから、そもそもはこの北向きに向けたというのはですね、はい、善光寺様向けたわけじゃなくて、はい、もちろん善光寺様の方が古いんですけど、北斗星という星ございます、ね、はいはいはい、北斗星という星は、まあ、例えばあの今ほどですね、はい、文化文明の発達しない時代にですね、はい、海を航海する方、また諸国をですね巡っている方、そういった方がですね、はい、夜この夜空を見合いますと北極星という星がありますよね、はい、北極星という星を起点にしますと、あちらが北だと、こちらが南だと、で東だ西だということで、たとえ暗闇でもですね、北極星という星を見極めれば、はい、自分の行く方向、また自分のいる位置が分かるということで、まさにこの今のようにですね、暗闇の中では右左分からない、そういった悩んだ市場の方をですね、正しい方向にこの導く北斗星のようにですね、はい、なりたいという、そういったあの観音様のご請願でですね、うん、私をあえて北極星に向けてですね、お祭りしなさいということで、うん、あの北に向いたというのがそもそもでございまして、うん、それがあの図らずも、まあ、善光寺様と向き合っているということで、後にこの善光寺様と関連付けられたということなんですよね、うん、はい、やっぱり今のお言葉の中にもありましたけど、はい、暗闇ということはいろいろこう迷ってたりとか方向がわからない、ね、はい、しかも夜でありながら、はい、その行く方向を教えてくれるということは、まさにこの世の中でのですよ、ね、救いの光ですよ ね, ですよね、そういうことを本当に考えられてという、ね、ことでね、昔の方はね、 今はね、全てあの文化文明進んでますけど、昔の方はそういったね、本当に自分の五感でこのね、うん、暮らしてたんだなというのがね、そういったことがね、感じられるあれだと思うんですけどね。なんかあのそこにもう愛禅桂ですね、はいはい、あれはどうなんですかね？あちらはですね、あちらはあの昭和13年にですね、はい、あの愛禅桂という小説がね、はいはいはい、大ヒットしたわけでございますけど、その川口松太郎先生がこの別所にいらっしゃった時に、うん、愛禅堂と桂の木を見合わせて、うん、まあ 要するに境内を散策している時ですね、うん、愛禅堂というお堂がありまして、 あるんですね、でその桂を見合わせて愛禅桂という、そういったこの撮影とかじゃなくてですね、うん、題材となったという、きっかけとなったという木ということで愛禅桂というね、後につけられた。あ、じゃあその頃この観音様ができる頃からあったってことなんですかね？あれはですね、ですから樹齢一応1200年というお寺の、はい、自伝によりますとですね、1200年の桂の木と言われておりましてですね、まあ、名前は別所温泉とは言いますけども、はいはい、中身は全く違う。そうなんですね、別所温泉と言いますと別れるところと書きますけどね、はい、そういった、まあ、そういったことでね、あんまりそういったあの
まあ、中にいらっしゃるんですね、ご夫婦でお泊まりしちゃいけないんだじゃないのとかね、そかそか別れるとこだか ら, だからとか、いやそんなことないんですよと、別れるとこじゃなくて特別なところということでね、別所という特別な特別なところという意味なんですね、なんですね、そういったところで、まあ、別所温泉だというふうにこれ申し上げてるんですけど、じゃ あの今日のうちに例えば善光寺行って別所に来なきゃいけないんですかね。いやそれはあの、ね、今の時代でしたらね可能でございます。昔はね、歩いてる時はあれ、ね、諸国皆さん足でね行ってる時はここから50キロありますからね、なかなか1日では無理ですので、それはもう一生で 一生に一度でも構いませんし、ね、一年のうちでも構いませんし、期間は設けておりませんので、まあ、今年善光寺さんは御開帳ということになってますけども、そうですね、この別所温泉の観音様も何か御開帳みたいなことはあるんですか。こちらはですね、あの残念ながらまあそれに合わせてこちらの観音様も秘仏なんですけど、それに合わせて御開帳するという、はい、そういった一応予定はございませんで、そうですか、あのね、それに合わせてお参りする方に対してはですね、あのね、まあ、通常通りこのね、あの迎え入れておりますけど、特にこちらではそれに合わせて催しというものは今のところはですね、あの考えていないというところでございますので、はい、まあ、例えば東京の方からお参りに善光寺さんに来るときは、はい、必ず別所温泉も寄ってそれから善光寺行くと、もっとそうですね、ですからそれが年々あの御開帳を 毎回ですね、会を重ねるごとにこのそれが全国的に浸透しているなというのはね、うん、私自身も感じますし、あの今回もですね、大勢さんがですねご参拝になるんじゃないかと、ね、うん、いうことで、こちらもそういった受け入れ体制をですね、あの万全にしてこのお待ちしております。何ですかね、あの体触って、あのはね、おびんずるさんっていうね、おびんずるさん、おびんずるさん、なで仏というようにしてね、おびんずるさんというね、あそこへ触ってらっしゃる方が善光寺もこういうのはあるんだよね、そうそうですね、そうですね、だからこれから善光寺行かなくちゃなんて言ってる方がいらっしゃいましたけど、ね、まさにその、おびんずるさん、おびんずるさんね、おびんずる様と言いましてね、だから本当に原生利益のね、 今まさに困っていることを救ってくれるというのはこの観音様ですので、今痛いところを触ってね、直してくださいというのが、あのなで仏さんというね、いわゆるおびんずるさんの、うん、なで仏さんって言うんですね、これになでてね、こう自分のところ直してくださいということで、なで仏、通称ね、はい、まあ、おびんずるさんの信仰はですね、この、まあ、善光寺さんにもいらっしゃいますけどね、うん、そういった現世利益の観音様ということでございます。ありがとうございます、はい、お忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。ご苦労様でした。